CH2020 今日もお付き合いいただきありがとうございました,がましたちょっと何か言おうとしてましたか<う>今いやいやもうちょっと前の方がいいのかな<あ>とかポジション調整をねされていたということですけれども、うんねえー、今日はねあのー、本編とはあんまり関係のないお題をいただいています関係のないというとあれなんですけれども <laughs>、うんえー、村上医師のミルクティーさんありがとうございます YouTube でのリクエストなんですがお二人のお互いの第一印象と今の印象とかを聞きたいですということで何かありますかね、えー 私千景さんと初めて出会ったのが、うん、多分採用試験の時ですよね,ねなので、うん、もう4年前ぐらい今年5年前だ5年前だ丸4年もう経ったので<う>5年前2014年の本当ろ7月とかだったと思うんですけど採用試験できたのが、ね、<laughs> そうなんです私10月入社なのでそのぐらいなんですけど、うん、なんかね 面接をした後に急遽マイクテストをした,したで、うん、なんか「モーニング娘。の恋愛レボリューションを私が踊れますだか」っていうのを面接か何かで言って、うん、なんか恋愛レボリューションを歌うということは今恋してるのかなみたいなことを聞かれて「うそ <laughs> そこからその質問来る?」みたいな。<laughs> ことを思った記憶がありますだからあラジオパーソナリティっていろんなところからあのきっかけをつかんでなんか面白い話を展開していかなきゃいけないんだなすごいなって思った記憶がすごい日和の質問だねそうびっくりしたんですだから何でもこうつなげようとしてねそうでもそれは大事だなと思いました千景さん第一印象あります いや入りたいっていう気持ちがすごい伝わってきましたよ。はい、<laughs> 恥ずかしいな。なんか本当に新潟来たいんだわっていうのは感じましたよ。はい、そう新潟は戻ってきたかったんですよね当時ね。いやでも今ねこうして<え>あのー、FM 新潟の仲間。うん 仲間仲間って言うんですかに慣れて、そして、いろんな仕事ができてるっていうのはね、一つターニングポイントだったので、その時、あの、採用を決めてくださったちかげさんをはじめ、f m 新潟のね、あの、社員の方には感謝していますけれども、今の印象、なんか長くなっちゃうからどうします来週にしますか忘れちゃうよ、来週。じゃあ、じゃ今の印象、ちかげさんは意外と乙女。ああ、はい。シーナさんは、度胸があるなと思います。度胸がある うん、ん私が当時だともっといろんなことビビってた、うん、なんかもっと準備してないととかもっとなんだろうな 2>,、はい、2回ぐらい読んでないととか,か,かなんかそれは私が準備不足なだけじゃないかな <laughs> 違うそれ出来とそういう裏側の努力は見えないじゃない、はい、それと出来を比べた時に比べたことはないけど、はい、あの多分私より出来がいいんだな、はい、いやそんなことない。